いよお前ら、俺様だ、今日も太陽がボーボー持ってますね。はい、今日は2020年1月11日ですね。はい、ここはね、舞原駅ですね。舞浜ではないです。ディズニーランドはありませんね。俺様はね、北陸方面からね、この電車に乗ってきました。姫路行きって書いてあります。これ姫路に行くみたいですね。さっきの俺様が乗るときはね、これ姫路じゃなくてね、これ播州赤穂って書いてあったんですよ。そう、播州皿屋敷みたいな名前ですよね。播州赤穂は播州地曲げの色ほども言い換えられますね。あ、この裏面にありますの、このシールが地曲げの色、展示ブロックはおしっこ色ですね。はい、で俺様ね、今から、まあ、ここは米原、さっきも言ったか、米原なんですけど、そう、名古屋の方に行くんでね。あれ、今乗ればいいのかな。停車中の列車は回送列車です。あ、海藻列車って書いてありますね。そう、海のね、幸、海藻がね、乗ってる電車という意味ではないですね。あ、人が乗っちゃいけないっていう意味ですね。はい、飛騨って書いてあります。これあれかな、あっちのなんか岐阜の方の地名ですね。飛騨、突起のことではないです。はい、あ、この電車のね、ラインはね、ジャイアン色ですね。そう、ラインって言っても、無料通話アプリのことではありませんね。はい、セブンティーアースですね。ジバニアン色で17って書いておりますね。17にね、4を足すと21になりますね。そう、21、リーブ21の21ですね。17足す、ペは21ですね。そう、なんで4はペと言い換えられるか。そう、それは4様はペ様と言い換えられるからね。あ、これ優先席って書いてあります。この人はおしっこ色で、この下の人はジバニアン色ですね。あ、ゴミ箱があります。ジバニアの腹巻きはこの中に、どれかな。ここに捨てましょう。はい、ということでね、米原に来ました。乗り換えます。名古屋方面に来ます。はい、それではさようなら。ボーボー、ジバニアンの腹巻きも、ボーボー。